はい、今回のドライブはですね、東谷山のね、山形屋ストアのね、前からのスタートになります。今日はですね、11月の2日、明日が小原祭りなんですけれども、今日はですね、夜、オータムナイト大花火大会か、そういうのが行われるんですよ。だからね、今日はね、それを取りに行くためにね、今ね12時26分なんですけどもね、で、まとめましょうね、今日は11月の2日、サマーナイトじゃなくてですね、オータムナイト大花火大会ってなってましたようです。ここで、南警察署前の交差点ですけど、ここを左折しますからね。で、その今日の花火大会ですよね、まあ普通花火大会といえばもう一箇所でボンボンボンって打ち上がるんでしょうけども、またコロナ禍での、開催ということでですね、鹿児島市内の20箇所かな、20箇所か22箇所、まあそれぐらいのところにですね、分散して打ち上げられるらしいんですよ。それで、この情報はもう、情報が入ったらすぐ私の方に、リスナーの方からコメントが入りましてですね。それで私もどこに行こうかなと思って、20箇所ですからね、20箇所ぐらい。で、結局、結論で出たのは、まあ、一番いいのがね、城山の展望台。ただあそこはね、報道陣とかね、いわゆるそのプロの方なんかがこう、来られると思うんですよ。だからその時に、早く行けばいいんですよ。いいんだけども、場所を抑えられたりしてたらね、もうどうしようもないですからね。で、次がですね、ドルフィンポート、今でも言うのかな、あそこ、要するにウォーターフロントのところですね。だから、まあそこ2か所かな。多賀山も考えたんですよ。多賀山の場合はだけど、市内が見幅、きれいにね、木とかそういうのに邪魔されずに、撮るところは案外ポイントは少なかったんじゃないかなと思ってね。それこそもうそこに 2,3 人がカメラがそこに、まあビデオの場合ですね、カメラの方はこう場所を変えて、アングルを変えてですね、撮られるかもしれませんけども、動画の場合はそこ場所を変えませんからね。で、そういうことで今からその場所をね見に行くんですよ。それでそうするとですね、現地に着くっていうか城山に着くのがね、まあ1時ぐらい。その時点について、まあ場所が取れればの話ですけどね。そうした時にですよ、それから 2,3,4,5,6、まあ7時っていうか、まあ5、6時間は待たないかんわけですよね。そうしたらですね、やっぱり立って待つわけにいかんですからね。待ってもいいけど、もう腰が痛くなるのは分かってますので、だったら折りたたみ椅子でも買った方がいいんじゃないけっていうことになってですよ。
で、その折りたたみ椅子をどうしようかってしたら、やっぱりないんですよ、うちにはね。で、じゃあ買おうって。今までないということは必要ないっていうことですからね。だから、どげんしようかねと思って、したときに、ああ、ダイソーがないと思って。ダイソーですね。そういうのもあるんですよ。ちょこっとこの前見たけど、いくらだったかな、150円と200円だったかな。200円ののがね、確かプラスチックみたいなやつで、100円じゃなかったな、150円だったと思うけど、そっちの、こうは布とパイプ、いわゆる、なんですかね、昔からよくあるようなタイプのやつなんですけどね。ではまあとりあえずは今日はそれで試してみようかと思ってですね。で今からダイソーに行きます。はい、ここを右折ですね。ここからがね225号線になります。天気はいいですよ。いいですけどね、なんかね、透明感がない。少しほら、前の方に桜島が見えますでしょう。ねえ、なんか霞んでるみたいな感じがしますよ。そしてですね、そのダイソーですけど、どこのダイソーに行こうかって、まあ考えもせずにですね、あそこです、与次郎の東宝シネマ、フレスポジャングルパーク、鹿児島を長いこと離れてる方にはなんてって言われるかもしれないけど、昔のジャングルパークの前の方にできたですね、ショッピングモールがあるんですけど、そこのねダイソーに行ってね、そこで買いますね。最初言ったけど今日は10月の2日ということはね、昨日からかな、時短要請っていうのがもうなくなったんですよ。だからいろんな飲食店の方も自分の決めた就業規則にのっとりというかですね、夜遅くまで営業されてもいいし、飲まれる方もまた密を言うのかな、ちょっとねそこはね確認できないんですけど、要するに営業時間の方はそういうふうに時短要請っていうのがなくなったみたいですからね。はい、ここのね水産学部前って書いてあるこの陸橋を右折します。ここの信号のところには競技場前って書いてありますね。桜島がよう見えてますね。ここに左側にビルがあったんですけど、それが解体されてますね。だからですね、今まではそこのビルで見えなかったんですけど、 KYT さん、ちょっと待ってくださいね。はい、 KYT のアンテナはちょっと目立たないですね。ちょっとビル陰に隠れるっていうか、建物の陰に隠れたり、保護色みたいにしてなってますからね。はい、ここをね左折しますよ。
夜になれば案外空気が澄んでくるかもしれませんね。少しね、少し風がね、強いというほどもないんだけども、映像的に言うとね、ちょっと強いなっていう感じ。この20メーターぐらい向こうは錦江湾ですからね、もうね。そのフレスポまではね、かねてとは違う道順であれしてます。次の信号を左に行きますからね。まあ鹿児島市内の人はもうみんな知ってるんでしょうけど、ここは昔海だったところです。やっぱこういうことは言っとかんとですね、県外の人なんかのために、もしくはその初めてこの動画を見られる方のためにですね。はい、次の信号左です。今ほらちょうど左手の、建物がそのフレスポなんですよ。ここ左ですね。はい、ここ入ります。それでダイソーはですね、あの2階にあります。もう私はもうここにね、1、2台、空き地じゃなくて、スペースがあってもね、もうそのまま2階に行きますね。正面の左側、桜島、顔がちょこっと出ますね。ああ、まあそこそこのお客さんですね。ここにいるよ。はい、ということで本日のドライブはこの辺でお開きになります。ありがとうございました。